武蔵の中なの。まるで中は生き物のようですわ。なんだか気持ち悪い。けど行くしかねえな。いよいよ私の鉱部のデビュー戦です。織姫班、レニ班、鉱部は漁師甲冑や。心配はいらんで。ああ、僕も大丈夫だ。ついに武蔵の中での戦いですね。隊長、必ず必ず生きて帰りましょう。眠れぬ夜のセリナード。隊長、信じています。隊長がついていてくれる。大神さんのために私やります。
私を見ていてください。とても大きく見えます。隊長の背中、とても大きく見えます。見ていてくれよな、隊長。やったでー。
指示よろしく。隊長がついていてくれる。
するじゃねえか。ダメだ。隊長の背中、とても大きく見えます。眠れぬ夜のセリナード、なかなかやるじゃねえか。隊長、おう、武蔵内部の花組より入電。武蔵入口にて金剛と戦闘、これを撃破し武蔵中枢に侵入する。おお、やったか。なお、これより深部では交信が不可能ゆえ、これをもって最後の通信とする。以上です。花組の皆さんの声もう聞こえないんですか。一郎ちゃんたちなら
心配いらないわよ。絶対帰ってくるわ。そうよ、椿。私たちが辛い顔しちゃダメじゃないの。大神さんはきっと帰ってきます。ほら、椿さん、スマイルスマイル。はい、そうですよね。この戦いかなりきついわ。はい。大神、己を信じるのだ。己の意志を、己の力を信じるのだ。そして必ず生きて帰ってこい。ついにこの時が来ました。大神さん、私たちは戦います。そして必ず生きて帰ってきます。全国歌劇団参上。次回桜大戦2最終回、乙女たちの挽歌。大正桜にロマンの嵐。君、死にたもうことなかれ。